はい。皆さんこんばんは。4月のね、24日の今、深夜1時ぐらいです、えー。昨日もね、ちょっと体調崩して早く寝てたんで、昨日の分のね、晩ご飯まだ食べてないんですよ。ということでね、これから食べていきたいと思います。で、今日はね、えー、自分がね、えー、下ごしらえしたんですけども、えー、っと、メステロっていうこともね、なく、素材がね、そのまま生きてるっていう感じのね、晩ご飯です。 ちなみにね、まあ、紹介しますけども、まあ、こちらがね、自宅で採れたね、えー、里芋です。これね、圧力鍋で自分がふかしたんですけども、まあ今ちょっとね、時間経ちましたけど、レンジでね、温め直してきました。あのね、里芋っていうのはね、皮をね、剥いてから煮物とかにすると、見栄えはいいんですけどね、このね、身と皮のね、間のね、ぬめぬめ感っていうのが一番美味しいんで、やっぱりね、えー、この皮付きのままね、ふかして、 そのまま食べるっていうのがね、一番美味しい食べ方だと思ってます。これはね、小さい頃からね、えー、まあ家がね、畑やっててくれたおかげで、美味しい野菜っていうのの味をね、小さい頃から覚えられたことはね、非常にね、いい経験をさせてもらったと思います。で、えー、こちらはね、えー、醤油とか、まあ、塩とかで、そのまま食べますね。まあ、今ちなみに塩持ってきてるんですけども、これで食べます。 で、あとね、こちら、えー、のなんですけども、まあ、これもね、自分がね、適当に切りました。あのー、いつもね、親が大変そうに切ってるんで、まあ、ちょっとね、あとこっちもこっちでね、片足で、ま、内板の前にね、ちょっと立つの結構大変なんですけども、えー、そんな感じでね、えー、かなりね、貴重面な親のね、えー、代わりにね、パタッとやりました。で、あとですね、こちらなんですけども、まあ、見てわかると思うんですけど、かきたまスープですね。 で、これは、ええー、と、この前ね、あのか、カニ、カニ缶を使ったんですよね。カニ缶を使って、っ何を作ったんだっけな。わかりますあの、精神的な、あの、認知症の一歩手前ってこの前話したと思うんですけど、こういう症状なんですよね。カニ缶の、あんかけ、あ、カニ玉ですね。カニ玉を作ったんですよね。で、その時に、ええー、と、 ま、なんか、フィルムみたいなのが入ってるんですけども、そのフィルムについてるのカニの、えー、残った身とか、あとね、そのカニ缶の汁ですね、は使わなかったんで、そちらをね、えー、スープの出汁にして、かきたまスープにしました。で、えー、こちらは、まあ、うちのね、えー、鳥も、兼用でね、人間も食べてる豆苗なんですけども、まあ、刻んでね、さっとね、最後に入れて火を通したものになります。 ま、シンプルな味付けなんですけども、カニの旨みがギュッと入っていてね、美味しいと思います。で、これはなんかね、多分買ってきてくれたスーパーのね、柏餅です。結構ね、最近味噌あんが好きなんでね、多分ね、家族で味噌あんが食べれるのが私くらいなんで、多分これは味噌じゃないかなと思いますね。小さい頃とかね、味噌ありえないなと思ったんですよね。クソまずいと思ってたんですけども、なんかね、数年前ぐらいからね、やっぱあんことか、 は、他の和菓子でもいっぱい食べれるじゃないですか。でもなんか、味噌飯って、こういう頭餅ぐらいでしか見かけないし、このなんか甘じょっぱさとか、なんかこの味噌の旨味みたいなものがね、感じるようになったんですよ。なんで、まあ、昔ながらの人は結構、まあなんか甘いあんことか、羊羹とか、まあ人によるんですけど、うちの家族はみんなね、 あんこそのものが好きなんで、味噌あんが人気なくて、パックって買った時にね、味噌が余るんですけども、まあ、その味噌はね、自分がね、最近は担当することになってます。あと、えー、最後なんですけど、こちらね、えっ、ー、と、麹水ですあ。濁ってるんでね、えー、普通の水じゃないのはすぐわかると思いますけど、もうちょっと何日ね、続いたかわかるんないですけど、一応毎日ね、えー、続いて今、次足し次足しね、使ってますで。今2回目のね、えー、パック使ってるところなんで、 あと、二日ぐらいしたらですね、また、高素風呂の日がね、来ますね。楽しみです。飲むよりもね、浸かる方がね、効果実感しやすいんでね、風呂楽しみなんですよね。ただ、今こうやって動画撮ってるんですけど、実は頭が痛いし、さっきもカニ缶から何かが思い出せないっていうのが、これあの、多分、症状が出てない人に、こう、忘れっぽいとかを言っても、 ああ、名前出てこない人の名前出てこないとか、よく忘れちゃうとか、何しに来たのかわかんなくなることあるよねとかって言ってて、その、ジェだけ見ると、忘れちゃうよねって言って同じことなんですけど、ま、その、認知症の一歩手前っていう感じからする、その忘れるとかっていうレベルは、全然ね、感覚が違うんですよね。パッとね、抜けてしまって思い出せるとかじゃなくて、完全に、 頭がね、働かないっていう感じの忘れ方をするんですよね。なので、もう全然違うんですね。なので、この年でね、まあ、若年性認知症とかもあるんで、やっぱね、本人としてはね、心配なんですよ。それをね、よくわからない人に喋ったところで、自分がね、あの、不用意に傷ついても嫌なんで、あまりペラペラ喋りたくはないんですけど、ここはね、自分のチャンネルなんでね、別に好きなことを語ってっていいと思ってるんで、どんどんね、自分のことを発信していこうと思います。もしかしたらね、えー、 今日とか明日とかすぐの話じゃないけど、まあ、5年とかね、10年とか、もしかしたら自分がね、死んだ後もね、あの、この動画がもし YouTube に残っていたら、その時のね、自分の経験を誰かがね、活かしてくれるかもしれないのでね、まあ、何がどこで結びつくかは誰にもわからないっていうことでね、こういうね、あの、実際の患者のね、リアルな声っていうのを残しておくことが大事なんですよ。というわけでね、ひとしきり喋ったんですけども、はぁ、あ、昨日はね、 あの、動画でも言ったんですけど、朝ね、早く、あの、庭のね、砂利をね、取りに来た方にね、あの、砂利をね、渡すために、結構な重労働をして、すごいね、疲れました。で、まあ、足ね、折れなかったから本当良よかったんですけども、焦ってね、やる作業は危ないなと思いました。で、砂利がね、まだ余ってるんですよ。で、恋に余らせたわけじゃないんですけど、まあ、その、一人の人にね、これだけの分量ぐらいで十分だなっていう感じで渡したんですけど、 まあもう一回ね、よくよく見たらね、まだね、うちでの、残ってるなっていう分量があったんで、もう一人ね、あの、欲しいっていう人が実は連絡来てたんで、まあ、その人に、ちょっと、量はね、当初と違うんですけれども、これでもう一回良ければ、あの、取りに来てくださいって言って、のその人がね、その分量でもいいんでね、喜んで取りに来ますって言ってるんで、まあ、日付変わって今日24ですけれども、今日もね、朝起きたらね、9時ぐらいにね、その人が取りに来るんですよ。 みんな朝早いですよね。あの、地元でびっくりするんですけど、10円でも20円でも金額を打ち出したら絶対人は来ないんですけど、0円にした瞬間にすごい人数問い合わせが来るっていうのと、あとね、皆さんすごい手慣れてるというか、ちょっと言葉悪いんですけど、すごくね、あの、手際がいいですね。フットワークが軽くて手際がいいですね。 ね、一人だけすごい感じ悪い人に昔会ったことがあって、一言も、こんにちはも、あの、受け取った時のお礼とかも何もなく無言で来て無言で去っていく人が一人だけいて、超感じ悪かったんですけど、まあそういう人は、あの、どこ行ってもそういう人だと思うんで、まあ別にもう過ぎた話なんですけど、まあね、あの、自分はね、まあ、 付け上がるわけじゃないですけど、お年頃なんで、まあね、一人でね、取引して、危ない目にあったらいけないんでね、一人暮らしだったら絶対ね、ジモティとか利用しないんですけれども、まあ実家なんでね、まあみんないるとか、いうことで、そういう、まあなんていうんですかね、便利にね、利用させてもらってるっていう感じですね。はい。で、ちょっとね、冷めちゃうんでね、芋食べますけど、ちょっとね、本当はね、ふかしたてだったらね、もっとね、みずみずしくてね、ぬるんっていう感じでね、皮がむけるんで、 あのめちゃめちゃね、あの、美味しいの伝わると思うんですけど、ちょっとね、ふかしてからもだいぶ時間経ったって。